あ向かったなと思ってないんですけど、うん、その感じ、もっとして、この駅前は、あれかもないよ。東方俊が石川県津久市出身伊勢ヶ浜部屋、西方前田山形県鶴岡市出身柴田山部屋、ここでサンドイッチとお茶とおしぼり入ってあるから、で、食べ終わったら、ゴミ、ゴミ、プロに入れておくと、で、ここで、ここでご飯ですね。これ上がってきたらいいの？この牛、サッと食べ終わるまで。ついてん！食べ終わったらまた。あ、気合い！残った、残った！参った。春坊突き落として春坊の勝ち。